いたからフィールドオブビュー。男性の4人グループフィールドオブビューのデビューナンバー、透明感あふれるナンバーには、あのオメガトライブ時代から提供のある透明感のボーカルで勝負しましょう。レディースアンジェルメンネ、イエス、トシキタカハシ。抑えきれない思いや、人が泣いたり悩んだりすることは生きてる証拠だね。笑いたい奴らには笑わせておけばいいさ。僕らは しますよ。あ、そうですか。もう人の曲歌うのがなんかね、もう不安でしょうがないですね。でも今日はね、名前すごく大変なんですよ。呼ぶのが元カルロス・トシキの高橋トシキさん。あ、カルロスでいいです。え、カルロスでいいです。カルロスでいいんですか。はい、嫌です。あ、じゃあ元カルロス・トシキの高橋トシキさん。あ、それいいですね。これもうずっと練習したんですか。はい、でも覚えてます、あの前チューブの曲を歌ってくれた時に、はい、ね、マルシアがそれを聞いて泣きましたよ。結婚前でしたけどもね。私ね、それまで感動したことなかったのね。それまで、それまで。この長い人生、感動しろよ、今年はよ。覚えてきたんだよ。あるんだけど。嬉しいです。ご無沙汰だったの。でもね、マルシアの気持ちはね、分かりますよ。やっぱりね、あの同じブラジル出身っていうことが、ね、やっぱり嬉しいよね。ちょっとベンコンボセ。ちょっとベン、いません。パラベンスでしょうか。あ、ブリガーダ。どうやってんの。すみません、二人で盛り上がって、私たち全然わからないんですけど。わからないんだよ。今何歳だ。全然わかんないもんね。でも大変ですよね。僕ら日本語覚えるんだってすごい大変なのに、ね、お国の言葉じゃなくてね、外国語ですもんね、日本語が。あの忘れた時にアドリブができないんですよね。あ、なるほど。段取りを覚えて、こういうこと喋ろうって、はい、そういう時どうするんですか。止まっちゃうっていうか、止まって何も言えないんですか。あの泣くんですよね。たまには泣くとかね、冗談ですけども。冗談で、冗談どうしようもないんですよ。アドリブ聞いてるじゃないですか。すいません、もっと感動してほしい。いや、もうマルシア、最近あ、私、写真集のために帰りましたよ。いいね。イエーズ、オンポキンさポキン、もう一回ブラジル。また、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 わかんなくなっちゃったから。言ってくれ。フォームス・ラフト・フレンチ。全然違うよ、全然違う。今、何語ですか。え、ポルトガル語です。違う。Into warm soft French. Into warm soft French. お一緒じゃないですか。さあ、三宅さん、それどころじゃないんですよ。向こうに行って今日は初めてのお客様もいらっしゃいますからね。コミカルなシーンを皆様にお見せしましょう。コミカルなシーンってものすごい嫌な振りだぞ。